この戦、果たして勝てるものかの。どうにも悪い予感がするのじゃ。何の弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて、鬼行列が。Oh, my God.
おお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。誰ぞ、そこにおるのか。おう、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうか、そこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ、鈴を。もらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。
目覚めたようじゃな。いいがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。なんだお前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。うん、まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。